マルキド・サド、マルキド、サド、マルキデ・サド、1740年6月2日から1814年12月2日は、フランス革命期の貴族、小説家。マルキはフランス語で公爵の意であり、正式な名は、ドナ・スイアン・アルフォンス・フランソワド、サド、ドナ・チエン・アルファンズ・フレンソワデ・サド。サドの作品は、暴力的なポルノグラフィーを含み、道徳的に、 宗教的に、そして法律的に制約を受けず、哲学者の究極の自由、あるいは法律と、個人の肉体的快楽を最も高く追求する、ことを原則している。佐渡は虐待と法等の角で、パリの刑務所と精神病院に入れられた。バスティーユ牢獄に11年、コンシェルジュリーに1ヶ月、ヴィセ生トル病院、刑務所でもあった23年、要塞に2年、 サンラザール監獄に一年、そしてシャラントン精神病院に十三年見入れられた。サドの作品のほとんどは獄中で書かれたものであり、しばらくは正当に評価されることがなかったが、現在その書籍は高い評価を受けている。サディズムという言葉は彼の名に由来する。マルキド・サドはパリのオテル・ド・コンで、かつてのコンデコーの邸宅。現在のパリロックと付近にて、 佐渡白爵、ジャンバティスト・フランソワ・ジョセフと、マリー・エレオノールド、マイエド、カルマン、コンデ公爵夫人の助官。最初、リシュリューの親族の間に生まれた。彼は、オジノ・ジャックとサド佐渡修道士による教育を受けた。佐渡は後に、イエズス会のリセに学んだが、軍人を志して七年戦争に従軍し、騎兵連隊の大佐となって戦った。 1763年に戦争から帰還すると、同時に、佐渡は金持ちの治安判事の娘に求婚する。しかし、彼女の父は、佐渡の誓願を拒絶した。その代わりとして、彼女のアネルネ・ペラジー、コルディエド、ロー・オド・モントルイユとの結婚を取り決めた。結婚後、佐渡は息子二人と娘を一人設けた。1766年、佐渡は、 プロバンスのラコストの自分の城に、仕様の劇場を建設した。佐渡の父は1767年1月に亡くなった。佐渡家は、白爵から公爵となった。祖父ギャスパンフランスワド・サドは、最初の公爵であった。時折、資料では、マルキド・マザンと表記される。佐渡は、復活祭の日に、物恋をしていた未亡人を騙し暴行。歩くイユ事件。 マルセイユの召喚で乱行し、娼婦に危険な美薬を飲ます等の犯罪行為を犯し、マルセイユの召喚の件では、毒殺未遂と肛門成功の罪で死刑判決が出ている。1778年にシャトード・バンセンヌに収監され、1784年にはバスティーユ・牢獄に移された。獄中にて、精力的に長大な小説をいくつか執筆した。それらは、 リベラル思想に裏打ちされた背徳的な詩弁小説であり、エロティシズム、徹底した無神論、キリスト教の権威を超越した思想を描いた小説でもある。だが、ソドム百八かあるいは、陰闘学校をはじめ、陰外にして残酷な描写が描かれた作品が多い。ため、19世紀には禁書扱いされており、ごく限られた人しか読むことはなかった。佐渡は、 革命直前の1789年7月2日、バスティーユから彼らはここで囚人を殺している。と叫び、革命のきっかけの一つを作ったと言われる。間もなくシャラントン精神病院に移されたが、1790年に解放された。当初共和制を支持したが、彼の財産への侵害が行われると、次第に反共和制的になった。 1793年12月5日から1年間は投獄されている。1801年、ナポレオン・ボナパルトは、匿名で出版されていた、美徳の不幸と、ジュリエット物語あるいは、悪徳のハエを書いた人物を投獄する余命じた。佐渡は、裁判なしに投獄され、1803年に、シャラントン精神病院に入れられ、1814年に、没するまで、 そこで暮らした。佐渡の作品は、作者の精神状態を反映してか特に暴力的な描写において、文法的に破綻をきたしてしまっているようなところが、数多いが、二十世紀に入ってから、そういった点がシュルレアリストたちによって、再評価され、前週の出版が行われることになる。日本には木に、高太郎や四季葉隆三郎、田辺帝之助、丸木佐渡こと、旗とよ吉、 遠藤周作、渋沢達彦、片山正樹たちによって紹介された。渋沢による悪徳のハエの翻訳出版をめぐって引き起こされた悪徳のハエ事件は渋沢側の有罪、罰金刑をもって終わった。河出文庫などから出版されている渋沢の翻訳は全訳ではなく、小訳のものが多い。推薦者から佐渡全州が観光中であるほか、 全訳を歌った小薬も出版されている。異常心理学の研究者である佐藤春夫が全訳を試みたものが、道谷や青二社から出版されている。オーストリアの精神医学者、リヒャルト・フォンクラフトイコール・エビングは、異常性欲について、フェティシズム、同性愛、サディズム、マゾヒズムの4つに分類している。このうちのサディズムは、相手に対して精神的で、 身体的な屈辱と苦痛を与えることによって、性的な快楽や満足を得ることを意味し、佐渡の名前にちなんで名付けられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。